聖盛寺は熊本県菊池市にある総当州の寺院。海山は大地卒に海岸は菊池武重中高海山は村上祖道聖盛寺は1338年に菊池市第13代菊池武重が大地を招いて建立、海山した。総儀根在の寺院として老若男女を問わず修行し、 菊池一族の精神の拠りどころとなっていた。禅寺が多摩な幸福寺に移ると、その後十数代は続いたとされる。寺内の古藤軍から1497年没年の当時旧西霊春との聡明が認められる。廃寺と化して500年以上を経て、1942年、高大寺29世村上祖堂が都市空間で入山した。すでに産地と化していた。 廃寺跡であったが、前時の遺徳の検証、戸籍復興に尽力し、仮本堂の混流、書道の復興、さらに著実にと活動し、1964年暮れ90歳で、仙へ中高解散と送りなされた。村上書道の跡を託されたのが、弟子の鈴木蘇伝である。死の意志を継ぎ、本堂の混流、仮本堂の栗への改修、手労の整備を行った。また、 全世界の戦没者を供養する、法教院等の混流を行った、中高二世。鈴木祖伝の後を託されたのが当時永平寺、後堂であった随王寺二十九世、奈良崎和光である。もともと出家前の鈴木祖伝と旧知であったことから、信仰を深めていたが、鈴木が病床にある際に、聖森寺復興支援者に遺言をして、後を託されることとなった。奈良崎自身は、 本人が住職についている、図用寺において、専門騒動の指導者として、後進の指導に当たっていたことから固辞していたが、カトリックが招聘した、冷静交流への参加に伴い、欧米を歴訪した際に、有志僧侶による、相当前の欧米へと広まりを見せる中で、同じく世界に広まっていた、日本の臨在前、大幕前、中国の相当政宗、臨在州の前との根交や、 自然回帰思想の瞑想の一形態としての禅という変質に危機感を覚え、国際禅道場という構想を持つに至った。そこで、聖森寺のガランを七道ガランに整備し、海外からの留学像を受け入れ道元の禅をまさしく伝える場所として維持することを提案した。復興支援者も道元の静着である大地ゆかりの寺としてふさわしいと同意を見せたことから、新たに騒動。総 両者、解散道、茶室、解散簿、世代簿や、生森に廃寺周辺の整備を進め、総統収集無長の支援もあって、国際禅道場として夏暗居が始まった。奈良崎が永平寺副館主に就いたことから、より一層の総統州の道場として、充実を図っていた半ば、奈良崎は病に倒れた。中高三世。その後、 奈良崎和光の弟の奈良崎津本が随王寺とともに後を継ぎ、修行像の指導に当たっている。復興支援者の組織は、国際禅道場、大鳥忠山聖森寺五次会に改祖され、村上祖道の書籍の整備と出版、奈良崎和光の聖森寺関連の書籍の整備。大地禅寺、村上祖道、鈴木祖伝、奈良崎和光の足跡、移行の維持や復興。また、 大地六百回帰に合わせて唯一未婚流で残っていた三門の整備を行っている。近年問題となっている少子化は修行像の減少にもつながっている。親騒動にあたる図用寺専門騒動もその例外ではなく修行像が少なく運営に苦慮している。このため生森寺に修行像を派遣する余裕がなくなり、留守番指導役の僧侶も常駐しない状態が続き、 国際全道上機関中以外には修行像がいない状態になっているが、大鳥忠山聖森寺五次会により管理がなされており、無人ではない。最高級本堂である栗の建て替え計画が進んでいる。歴史にも記したように、大地が20年居住した後、すぐに菊池氏も衰退したために、聖森寺の正確な場所、また、いつまで、 聖森寺やその後継寺院があったのかなどは一切不明である。現代の聖森寺が建つ場所は、大地時代の聖森寺の場所とは異なるとされる。しかし、村上祖堂が入山した際には、この地に大きな建物の祖先が並んでおり、この地を聖森寺跡であるとして仮本堂を建立している。今日の本堂は、その祖先をそのまま利用して建っていると言われる。 また少し離れた場所には、五輪島が多数散在する場所があり、また別な場所には、僧侶の墓石である、乱頭墓と五輪島が並ぶ場所があり、特に校舎は地元半蛇口では、ビクニの森と呼ばれ、悲劇と共に言い伝えられ、双方の地ともに畑にしてはならないという言い伝えが、伝わっている。以前はこんもりと樹木が追い茂った場所であったが、大地六百回帰の法要に関連して、 整備を行った。大地は、自らのソロクを残さないように言い残したと伝わり、指導者として各地に招聘されたにもかかわらず、信者に与えたもの以外の遺物などが残っていない。周囲的に集められた資源がいくつかあり、その中に数作性森寺に関わる詩が残されている。ありがとうございます。